長期のえいつきは、韓国のジャーナリスト、政治評論家、作家、歴史家、元、月刊朝鮮編集長、保守系政治団体、国民行動本部の創設者の一人。名前に使用される漢字、いつきが日本では、旧字体として扱われるため、マスメディアの配信する日本語記事や日本で出版された、著作物では生命を、長工済みと表記している。 日本の埼玉県生まれ、生後すぐ、韓国へ帰国し、富山高等学校から富山水産大学に進学するも、兵役終了後に中退。1971年に国際新報に入社して、記者生活をスタート、1974年の10、金属汚染追求報道などで、韓国記者賞を7回受賞する。だが、 牧世紀政権を批判して二度定職処分を受け、公衆事件では自ら取材しようとしたところを解雇に追い込まれている。その後、ソウルに移り、1983年に月刊朝鮮編集入り。この時、牧世紀暗殺事件を取材したことをきっかけに、牧世紀を近代革命家として評価することになる。1991年に、 月刊朝鮮編集長となり2004年まで在任。その後は、インターネットメディア、超高一期 .com を足場に、言論活動を繰り広げている。朝鮮日報によると2019年5月時点で、政治、社会、経済関連の YouTube チャンネル116の中で、同チャンネルは累計アクセス数1億319万回で5位に入る。ありがとうございます。